こんにちは。今回はちょっと不気味な YouTube チャンネルの紹介でございます。タイトルは「幻想列島放送創作幻の CM」ということですね。コンセプトはですね、もし日本が南北に分断されていたら、もしあの時代にこんな CM があったらということで、まあ一言で言うとね、パラレルワールドの世界にある流されている CM をこっちの世界に持ってきましたよっていうような、そんなコンセプトだと思いますね。ちょっとね、トップページから不気味なものが並んでいますし、日本の国旗がおそらくこっちの方にパラレルワールドではなっているんでしょうね。そして下の方を見てください。動画が3つ紹介されてますけども、正義人民の皆様は対処してください。対処の方法は自由です。ね、これは対処してくださいっていう意味なんでしょうね。まあ、つまりここに刃物が映ってますけども、まあこういう方法を使ってもいいですよってことが示唆されているんだと思います。そしてこちらの方ね、何て書いてあります？我が国の主権と平和の強奪を断固として許さない、我々の決意は固いと、なんかね、こう戦闘意欲を高めるような文言が並んでますね。はい、南日本は直ちに中止しろ。南日本と北日本という2つの国に分かれてるってことなんですよね。はい、北日本の首都は札幌か仙台か。仙台になりそうですね。まあその他ね、この動画のところをクリックしてみましょうか。脱北代行サービスってのがありますね。もしかしたら、かの国ではこういった業者も何らかの方法でプロモーションがあるのかもしれないですよ。南日本、ね、北日本、日本南北統一みたいなね。今、朝鮮で行われていることですけども、朝鮮半島で。日本列島で起きても全然おかしくなかったわけですよ。町田独立運動ね。町田プライドのキャッチコピー。なるほど。国が分断されてるわけではなくて、それ以上に都市もこう独立しようとしてるってとこですかね。独立を望む、地域と、それから統一を望む地域と。悲喜こもごもです。脱北女子、リコちゃん。ね。北日本で生存、懲役9年。どっかで聞いたような感じですけどね。この飛行機は日本機。平壌行きですと。これはね、なかなかよく作ってますよ、ほんと。再生数はそれぞれ、まあ、10万回から20万回の間ぐらいが多いのかなって気がしますけど。10万回以下が一番多いのかな。はい、南日本への脱北は重罪ですって書いてますね。最後には崩壊する可能性があるということですと。なるほど。こういろいろと気づくことが多いんじゃないですかね。こういった CM を一つ作るにしても相当な時代背景への、まあ、熟慮が必要だと思いますんでね。で、もちろん映像編集技術もなかなかのもんですよ、これ。一人で作ってるのかな？すごいですね。7ヶ月前が一番古い動画ということなんで、まだこのチャンネル出来上がって1年も経ってません。で、チャンネル登録はどのくらいいるのかというと、27,700人もいらっしゃいますね。動画本数100本にも満たないんですけども、これだけのファンをつけているってことは相当なチャンネル考察能力ですね。ということで、幻想列島放送の方を紹介してみました。詳しくは動画概要欄からご覧ください。それでは。